どうも皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いします。さて皆さん、自分の好きなキャラクターとかですね、見つけたらついつい買ってしまいます、衝動買いしちゃいますという方も、いやちょっとだけ、期間を見てからまた買い直しますという方もですね、高評価のチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。ヤンさんは割とね、一回その場から離れてちょっと考えてから買うタイプですね。まあ買わなかったりもする、まあ前ヤンさんの話は置いといて、さ早速本日ご紹介するものをお出ししていきたいと思います。いきましょう。本日ご紹介するのはこちら、アマングアスミニフィギュアということですね。今回アマングアスのミニフィギュアがちょっとありましたので、こちらをねちょっとご紹介していきたいと思います。で本日は3個、はい3個買ってきましたので、こちらをご紹介していくわけなんですけれども、ラインナップが全18こんな感じであるんですけれども、まあそうですね、この中だったら黒い、こっちの黒いハットかぶってるアマングアスがいいかな。シクレもあるみたいなので、シクレも良さそうですねっていうところですね。本日はこちらを開けていきたいと思います。では早速こちらですね、袋の方、袋というか箱を開けていきたいと思います。はい、ということでですね、今ちょっと箱の上にテープついてたんですけど、これを剥がしてじゃないや、ちょっと切ったところなんですけれども、早速ねちょっとこっちから開けていきたいと思います。中がどういう風になってるかわからないんですけど、早速いきましょう。1個目、せーのドンっていう感じですよね。銀紙ですよね、銀の包装紙ですね。はい、はい、ということでですね、今中開けたら銀の包装紙というか銀の袋だったので、こちらも全てちょっと切り込みを入れました。でちょっとね、寄りまして、近くで開封していこうかなと思います。ではいきましょう。1個目、せーの、はい、いや来るんかい、来るんかい。こちらですね、ヤンさんが言っていた黒いハットのアマングアス、いや来るんかい、めっちゃ可愛いんですけど、なになになに、めっちゃ可愛い。こちらですね、こちらが当たりました。いや当たるんかい。じゃあ2個目いきましょう。2個目、かぶらなければいいから、せーの、はい、ほい、これは何柄、なんか青帽子、青と帽子のアマングアス、いやこれ何柄っていうの、何なんだろうね、これ何なんでしょうね、これ、ちょっとすいません、帽子、何帽子っていうか分からないですけど、こちらアマングアス、青のアマングアスですね。はい、ではこちら3個目いきたいと思います。いきましょう。3個目、何が出るかな、せーの、はい、これ動画大丈夫なやつ、頭に刀がめり込んでるやつですね。いやこれ大丈夫、まあでも大丈夫か、キャラクターですからね、まあ、ちょっとちょんまげっぽく可愛いか、可愛いか、色的にはすごいいい感じなんですけど、あーこちらのアマングアスですね。いやいやいや、まあ、全体的にはかぶりもしなかったし、一発目でこのちょっと欲しいって言ってたやつが出たのでよかったんですけど、これ大丈夫か、まあモザイクかけないんですけど、はい、ということで本日はこちらアマングアスミニフィギュア、本日はこちらをご紹介していきました。はい、ということで本日はこちらアマングアスミニフィギュア、本日はこちらをご紹介していったわけなんですけれども、いやもうめっちゃいいっすね、かわいい。でヤンさんちょっと欲しいって言ってた、これ出たし、出るんかいっていう感じなんですけれども、いやちょっとね出たのですごい良かったですね。でこちらですね、おもちゃ売り場というか、ちょっとヤンさんフラッと立ち寄ったショップに売っていたところなので、ちょっとねどこに売ってるかとかわからないんですけど、見つけた方はめちゃめちゃ可愛いので、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。ちょっとね頭のところに穴開けてキーホルダーとかにするのもいいかなと思います。ということで本日はこちらアマングアスミニフィギュア、本日はこちらをご紹介していきました。
本日の相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさよなら。